型紙を使って雪の結晶を大量生産しましょう。これを使えば六つ折りをどんどん作ることができます。半分に折ったら型紙を当てて、この線に沿って折ります。そしたら型紙をのけて、この部分ですね、こう折り返してください。そうして向こう側に折ります。雪の結晶を折るためには、下のこのピランとなっているのも一緒に、この線をここに合わせて折ります。ここよりもこれよりも外側は使いませんので、ここでチョキンと切ります。これをたくさん作りましょう。これを雪の結晶の形に切っていきます。自由に切っていっていいのですが、切ってはいけない方法がいくつかあります。切ってはいけない方法、まずここをそのままこう切ってしまうとバラバラになります。もちろんこっち側も同じです。短い方向を切ってしまってもバラバラになりますから、これはしないように気をつけましょう。次に切り込みだけを入れる。チョーキー、こんな風に切り込みだけを入れても雪の結晶の形に見えませんので、必ず切り込みを入れるだけでなくて、切ってのけてください。切り目だけではなくて、切ってのけてください。こういう風にして切っていきます。切ってのけます。切ってのけます。これを繰り返します。向こうまでチョキン、これもやめ、これも、穴が開いてしまいますので気をつけてください。途中まで切ってチョキン、これはどちらから切っても構いません。チョキ。まず最初はこれで慣れていきましょう。途中まで切ってチョキ。さあ、これを開いてみましょう。どんな形になっているでしょうか。開くときに気をつけてほしいのは、折り目をしっかり伸ばしていくことです。平たくなってから次を折り曲げ、次を広げましょう。こんな形になっていました。さあ、今は切り込みを入れてチョキンでしたが、違う方法でも切ってみましょう。今度はぐるりーんと回して切り取ってみてください。ぐるりーんと回して、向こうまで行かないようにして戻ってきてチョキン。
とどこがいけるでしょうかね。ぐるりんと回してチョキン、それからギザギザという切り方もあります。入れたらギザ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 チョキン、周りも少し切って構いませんよ。ギザ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 チョキン、さあどんな形になっているでしょうか。あ、ハート型が見えてきましたね。しっかりと折り目を伸ばしていきます。折り目を伸ばしておかないとふにゃふにゃふにゃとなって破れたり絡んだりしやすいです。先ほどとは違ったこんな感じの模様になりました。こんな感じにもう自由に切っていきます。失敗してもたくさんありますので大丈夫です。さあ今度はどんな風に切りましょうか。今度は真ん中に、これは両方とも真ん中穴が開いてませんから真ん中に穴を開けてみましょう。さあ真ん中に穴が開くように、そしたらあと同じように切っていきましょう。今度はギューってちょっと大きめに切ってみましょうか。よいしょ。よいしょ。大きめに切り取ってみましょう。さあどんな形になってなったでしょうか。お花のような形になりました。まだまだ切ってみましょう。今度は同じ方からたくさん切ってみましょう。最後にここを斜めに、さあどんな形でしょうか。ちょっとここも切りたいかな。よいしょ。これもすっきりして綺麗ですね。周りをギザギザに切ってみます。反対にして、どうなったでしょうか。
はい、また違うのができました。もう一つ、最後にもう一つ、外側に大きく切り込みを入れてみましょう。最後にギザギザでいきましょうかね。こんな形ができました。